淡路島一周を自転車で走破するイベント淡路島ロングライドが今日開かれています。日がまだ昇りきる前の今朝5時45分スタートの合図とともにサイクリング愛好家らが淡路島国営明石海峡公園を出発しました。淡路島ロングライドはタイムや順位を競わず自転車で淡路島を一周するサイクリングイベントで、明石海峡公園から海岸沿いを時計回りにおよそ150キロ走ります。参加者たちは淡路島の自然を感じながら爽快にペダルを踏み前へ進みます。スタートから28キロ地点に設置された休憩所エイドステーションでは地元の食材を使った豚汁などが振る舞われました。参加者は制限時間の午後4時40分までのゴールを目指します。